ぞ。早く起きてね、お兄ちゃん。あ、未来ちゃん。何やってんのこれ。いやらしい。これ完全にいやらしいですね。これはいやらしいですね、完全に。しかも息切らして。別にありませんよ。仕事も入ってきてはいませんし、うん、あら。じゃあどうして走ってきたのか。見つけたからですよ。あ、向こうの方に行っちゃいそうだったから。かわいい。そうか。ごめんなさい、なんか勘違いさせちゃったみたいですね。いやらしいことしてんのかと思ったよ。私勘違いだ。時々思うんです。おう。仕事を諦めてこのまま旅を楽しめたら。もし、あ、未来ちゃんも若いし。私がそうすると言い出したらどう思います？全然いいと思うけど。どうしよっかなこれ。いや、未来ちゃんをこう、なんだろうな、厳しく、いや、仕事を諦めるつもりか。言ってやろう。裏のままの自分で活動するんじゃないのか。ありがとう、私のことを。そう、気合い入れてやろう。本当に心配してくれて。辛いのは未来ちゃんだから。私はやることがありますからね。旅を続けられないのは分かっています。未来ちゃんが戻ってくるの待ってるよ。私の旅がいつまで続くのか分かりませんけど、それまでよろしくお願いしますね。未来ちゃんの夢の先まで、こちらこそよろしく頼むぜ。私、おう、やっぱり仕事探してきます。それじゃ。気合が入ったね、未来ちゃんね。その息だ、頑張れな。ピノ、完全にピノ。うわ、なんだこれ、ピノだすげえピノだな、これは。こんなピノは初めて見たな。うん。なんで一人だけで行動してんだよ。ピノ？一人ってピノ何してんだよ。こんなところでどうしたんですか。こっちのセリフだよピノが勝手にうろうろしてたぞ、俺が売店に来たら。そうだったんですか。しょうがないな。しょうがないなって危ないよ。え、川のせせらぎの音が聞こえるんだけど、これもしかしてコックもギンギンのシャワーじゃないのか。今日はいい天気ですね。何このたどたどしい会話。どうしたんだよ急に。いや別に。何怖い怖い。どうしたんだよ。なんだよ急に。あ、どういう表情。ごめんなさい、驚かせるつもりはなかったんです。隠してんな、なんか、秘密があるな。何か用があったんじゃないんですか。うん、いや、用ってことじゃないんだけど、何慌てているんだい。あ、慌ててなんかいません。目に見えて力いっぱい怪しい。どうしたんだい。言わなくちゃ。かわいい。ダメですか。そこまでは。でもできたら教えてほしいなと。ですね。これからシャワーを浴びようと思ってたんです。まあ、ピノも女の子ですからね。シャワー室だもんね。だから、うん、なにあれ、これまたコックもギンギンのシャワーだな。トゥルトゥルリトゥルトゥルリ、どういうことなんだ。あ、先に誰かが入ってる。そうなんですよ。だから私、順番を待っていたんです。ほう、シャワー室の中で。いや、それは。あ、これはなんか、で、だこれのこの音は何なの。中の人は倒れたりしたんじゃないのか。大丈夫、なんでもありません。なんかやっぱりもう一匹、カダネさんは動物を飼ってるんだよ。それをこっそりベガに連れてきてるっていうことなんじゃないの。気のせいです。気のせいですかね。中を見たいな。本当にダメなんです、ごめんなさい。
この辺がきっとカナネさんと信頼関係を結べたら、ここは私に任せてください。分かってくんだろうね、ピノルート入ったら。ピノルートって本当にごめんなさい、わがまま聞いてくれてありがとう。別に構わないよ、ピノンよろしく。実はミライちゃん、お願いがあるんです。気合い入ってるね、ミライちゃん。お願いってなんだ。白沢監督をご存知ですか？8人の侍かな野球監督だけで違うだろう。いえ、映画監督です。白沢監督っていうのが、この人を抜きにして日本映画を語れないぐらい、なるほどね、世界的にも有名な監督さんなんですよ。うんうんうん。その白沢監督がすぐ近くで映画撮影をしてるんです。なるほど。それでこれはじゃあ逃す手はないな、これはな。行こう、ぜひ。いや、うん、いいようにしようよ、これは本当に。うん、いいよ、白沢監督に未来ちゃんを売りに行こう。うん、よし、枕営業。本当ですか？枕はさせない。俺はあのピノとは違うから、うん、うんうんうん、召し上がりしようよ。はい。おう、嬉しそう。白沢監督かすごい見物客だな。ここからは何も見えませんね。またおねえキャラじゃねえだろうな白沢監督まで。うん、強行突破しよう。おお、うん、さ、手を貸してあれか、白沢監督、うん、すいません、私のためにこんなことまで、うん、こんなことマネージャーなら当然のことだよ。そうだろ、かっこいい。そうですね。未来ちゃん落ちてるな何をしてるんだ。お前がなぜこんなところで撮影を見物しているとは。何してんだこいつ。君たちはよほど暇なんだね。貴様、新しい女を連れてきやがったな。お久しぶりです、マネージャー。ピノ野郎。そうだ君たちに紹介したい人がいるんだった。ほう、千秋。千秋、どうも、はじめまして。なんだこいつ。もしかしてこの子がミライちゃん。千秋たそう。千秋たそう、かわいいよ、セクシーだよ、千秋たそう。うわぁ、こんなダサい子がアイドルやってたんだ。こいつは性格悪いぞ。マネージャー、クビにして正解だったね。誰の野郎、これからのトップアイドルは千秋しかいないよ。千秋たそう。でしょ私ったら最高だもん。高橋まどかだそう。高橋まどかだとは関係ねえ。リハーサル行きます。千秋さん、すげえキャラ連れてきたな。いい、私はいつでも準備 OK、うん、私はあなたと違って忙しいの悪いけど失礼するよ。こんなやつほんと叩き潰してやろうぜ。未来ちゃん、大丈夫だ。未来ちゃんのは絶対魅力あるから。お前が重症にならなければこの映画に出演していたかもしれないんだ。せいぜい指を加えて見物してるんだね。一緒に笑うな、だから。千秋に取られちゃったよ。千秋って呼び捨てが。うん、みなちゃん、あんな連中の言ったこと気にしちゃダメだよ。はい。後悔してませんから。やっぱ事務所の力は強いな。あれ？でも、なんだか騒がしくなってきましたね。なんだなんだ、どういう展開だ、これは。私のどこがいけないのよ。あ、揉め始めたか。誰だ、演技もできない役者を呼んできたバカ野郎は。すげえ渋い監督。私は今泉千秋よ。今泉千秋だそう。何をやらせても最高に輝いているんだから。高橋まどかだそう。私の演技を理解できないなんて監督失格よ。そんな言っちゃダメだろう、白沢監督に。バカ、なんてこと言うんだ。うん、ほら、これ絶対揉めちゃう。誰だ、演技も礼儀も知らない役者を呼んできたバカ野郎は。あー、これやっちゃったな、あいつな、千秋な。どうかお許しください、白沢監督。もう一度だけチャンスを。君だ。そうだ、どうしても千秋を使わないのでしたら、他に演技のできる子を。
はいはい、ここに一人。その必要はないね。演技のできる。代わりの女優なら他に心当たりがある。監督！代わりの女優？監督、君、ここに素晴らしい。え？そこの君だ。これは素晴らしいサクセスストーリーの始まりじゃないのか？この瞬間。確か飯山未来君だね。おう、君のことは先日のインタビュー番組で知っている。あの名古屋で撮ったやつから。私はあの時の番組を見ていてピンときたんだよ。あのアイドルを捨てて素を出した瞬間が。君は本物の女優になれる素質と輝きを持っているとね。あの時のが監督の目に止まったんだ。リハーサルに参加してみないか。やったじゃん未来ちゃん。そんなこと突然言われても。これ大チャンスだよ。自分からチャンスを逃したらダメだよ。これ後ろにいるのは翼ちゃんかな。翼ちゃん、未来ちゃんの実力をみんなに見せつけてやろう。でもこれは熱い展開だぞ。そうだよ、ドラマの稽古を一緒にしてじゃないか。あの時のキスを思い出して演じてみなよ。はい、うん、わかりました。監督お願いします。あのピノ野郎と千秋野郎に見せつけてやろうぜ。ミナイちゃんの演技力を知ればあの監督も認めてくれるはずだ。僕を裏切った者に成功などさせん。貴様また何か。絶対にな。どういうことだ貴様なんて。報道陣の方々、これは飯山未来ちゃんのポケットからこんなものが。写真撮ってたのか貴様。これは痛い。これで未来も正真正銘、芸能界から抹殺される。友達で押し通す予定。センテンススプリング。貴様卑怯な。このような写真があることについてどう思われますか。マスコミにすごい取り囲まれた。友達以上と考えてよろしいですね。友達で押し通す予定。やばいよ。どうすればいいんだ未来ちゃん。監督なんだこれ。お互いをかばい合うなんて美しい光景じゃないか。おお。それにこの写真を見てみなさい。綺麗だと思わないか。監督いい人だ。相手のことを本当に思っているキスだよこれは。ああ、まあ俺はすごい下心ありありだったけど。恋人もいる。自分のありのままを出す。そんな等身大のアイドルがいてもいいんじゃないか、これからの時代には。そこまで認めてくれるか監督。未来君と二人でリハーサルを受けてみないか。待って、俺も。俺もリハーサルを受ける。君を相手にすれば未来君もやりやすいと思うんだ。私からもお願いします。すごい、俺まで俳優デビューしたじゃないのこれ。男として許されんぞ。監督、ここはぜひやらせてください。よし。リハーサルを再開するぞ。マジっすか。すごい飛んだ展開になっちゃった。な、え、夕日って好きですか。夏の夕日は好きじゃないな。見るたびに秋が、秋子ちゃんが近くなってくるから。じゃあ春の夕日は好きなんですか。 NG だ今の。わからないな。あんまり喋らない人なんですね。そうかな。そうですよ。北上さん。おう。はい、カット。あらららら、らもう夕日をバックにほっぺにチュ。素晴らしい映画撮れたんじゃないですか、うん、未来ちゃん荒削りだけど、何か素直な輝きみたいなものが感じられたよ。これはいい。なかなか面白い演技であることは確かだ。ぜひ私の映画に未来君を使わせてくれないか。 おめでとう未来ちゃん。やったぜ未来ちゃん。はい、こちらこそ。こちらこそお願いします。お願いします。やったじゃん。よかった。それから君の演技もなかなか面白かったよ。じゃあぜひ俺もよろしくお願いいたします。いずれ私の映画に出演してみないか。マジっすか。
俺どういうポジションなんだこれ。おお、ぜひやってください。お、俺まで俳優になっちゃうの。一緒に仕事ができるかもしれないんですから。はあ、これは特ダネだぞ。キスの写真から出演が決まるなんて。すげえプロレスみたいになっちゃった。芸能人の一員で片付けるぞ。どうか俺たちにネタを提供してくれ。周りがこんなに盛り上がっているのは君の責任だぞ。男なら責任を取りたまえ。この展開はすごいな。ただし喜んでばかりはいられんの。無名の新人だからギャラはほとんどない。それにこれからの保証もしてやれん。そうだよね。それがこの世界というものだ。実力がない者が生き延びても不幸になるだろうからな。苦した俳優になっちゃったよ。夜にバイトして稼ぎますから、遠慮せずに鍛えてください。気に入ったよ。根性が座っているとは思っていたがね。監督のおかげだよ。でも本当にこんな急に道が開けた。後ろにマキエイヌがいるな。夜にバイトとは笑えるな。勝手に笑っていればいいさ。どうせこんなしょぼい仕事最初からいらなかったのよ。私はもっと稼げるところに行かないと。お前なんて。そうだな。DMM.com へ。今度は CDM.com へ当たるとえ。そのキャラならいけるぞ。そうね、私は天才なんだから。もう未来ちゃんもね、眼中にないですよ。この二人のこと何言われても耳を傾ける必要はもうない。未来ちゃんは未来ちゃんの道を歩く、今本当に自分の選択が間違いじゃなかったって思ってるんです。それは強がりよ。おお、こけてるよ。あの二人こけてるよ。やった、未来ちゃん大勝利。あおいつか見てろよ。このピノピノ野郎。とりあえず俺の役目終わったみたいだね。頑張るんだよ。応援してるから。はい、私ために頑張ります。本当俺のおかげだよねこれ。ために本当そうだと思うよ。未来ちゃんのこのためにも輝かしい未来はためにも。さてと、私は邪魔者みたいだし、スタッフとの打ち合わせでもしてくるかな。監督そんな気使わなくていいよ。豪快だな白沢監督。白沢監督だったっけ、どっちだったっけ。こうして未来ちゃんは監督と契約を交わし、俺は列車を追って広島へと向かった。未来ちゃん大成功じゃないですか。もうお、未来ちゃん撮影はいいの。ええ、明日からクランクインで、今日はバイトの面接です。頑張ってるな未来ちゃん。セリフは全部覚えた。またマネージャーになってますよ。あ、そっか、俺はもう役者だもんね。同業者だもんね未来ちゃんと。そうだ、この新聞読みました。なんだ、仮面の使者の素顔はやはり本当。先日某テレビ局の番組内で、はちゃめちゃな言動を売りとするアイドル新山未来が衝撃の告白をした。アイドルの姿なんですよ、という彼女の言葉通り、カメラの前には新山未来という15歳の普通の少女が立っていた。一時パフォーマンスであと憶測も流れたが、その表情は嘘をついているようには見えず、特に若い女性を中心に、おー、今話題沸騰中、今年大ブレイクの予感を漂わせている。よかったじゃん。若い女性なんてむしろね、アイドルの時は嫌われてカミソリとかもらってたんだぜ。手紙の中に入ってたんだぜ。あの時の決断がみんなに支持されている。でも有名な割に貧乏ですけどね。いや、これからですよ、巨万の谷を築くのは。なんか怒ってあげたいところだけど、俺も買えないしな。それじゃあちょっと露店開こう。露店貧乏コンビですね。そうそう、実はお知らせしたいことが他にもあるんです。できちゃった。もうできちゃった。実は覚えがないんだけど、これなんですけど。ほう、
なんだまたなんかおーいセンテンススプリング本当にセンテンススプリングじゃないかこれもう友達じゃ押し通せねえなこれもうな私とキスしてる写真が新聞に載るなんてすごいあの時の写真が新聞に記事にされてるんですよマジっすか一部有名人じゃないっすかめっちゃ叩かれそうだけどなさらに独断に言うし、キスの写真演技の稽古中に撮影されたものと本人は説明しているが二人の関係の真意は写真の出所とともに不明だ相手の男性のことは一切不明である心当たりのある方はご連絡をお待ちしておりますやばいよこんな新聞アキコちゃんに見られたらアキコちゃんに見られたらえらいことになるよとなら騒がれても嬉しかったかなどういうことかな未来ちゃん未来ちゃんかわいいな頑張ってくださいでもまだその一線は越えてないからねまだは未来ちゃんとの関係で恋人にはなってないですからもうこれ本当お互い通じ合ってますけどね完全にありがとうお私のもやった未来ちゃんの携帯の番号ヤフオクに言おう売るなよすぐにもうそろそろ行かなきゃ、うん、本当に今までありがとうございましたここでまたお別れだ一旦未来ちゃんとは、うん、急いだ方がいいよ、はい、でもんなあ最後に聞いていいあれなんか口調がどうしたのどういうこと私って生き方が下手かなあこのセリフはドラマの稽古をした時の俺のセリフあーあの時の稽古のセリフをおーおーおーうん下手笑っちゃうぐらい下手だと思うよそうありがとう別の立場として今またあの時のセリフを言ってるんだでもそれに付き合ってきた俺も下手だななんで付き合ってきたんだろうなぜわからない分かっていたらこんなバカなことはしていないよそうねでもでもおおほほなららららら。ステンテンスプリング、ね、あーららもうセリフもちゃんと覚えてるでしょあーららららら完璧だよ未来ちゃん今度こそ本当にあららもうさよなら一緒に演技できる日までもう今のは演技の宙じゃないねあれ完全にねああ頑張ってね未来ちゃんこの電話はもしかしてもしもし未来ですけどアイドルから電話かかってきちゃったよどう仕事は順調かい次々に仕事が入ってきてるんです、うん、おー絶好調じゃない映画以外にも CM、ドラマ、ラジオとかたくさんあるんですすごいね売れっ子になっちゃった急にうんちょっと心配してあげるそんなに仕事入れなくて大丈夫うん心配してくれてありがとういいんだよでも今度の事務所の人たちは私のことを第一に考えてくれているのでうんうんうん私すごく仕事が楽しいです昔なら普段の自分を出せないことに悩んでいましたけど、うんうんうん、今は悩んでる暇がないくらいなんですおやったじゃんこれもなんか幸せそうな未来ちゃん見てるとこっちも嬉しいね本当に感謝しています、うん、本当に俺のおかげだよ今回ばっかりは本当に俺のおかげだと思うよ未来ちゃんそんなことありません、うん、いなかったら私うん何でもありませんかわいいいけないこんな時間になってるあ私これから仕事なんですすいませんがこれで失礼しますね、うん、じゃあ俺もちょっと未来ちゃんのアイコラ作るアイコラ作ってネット上にアップする仕事してくるから終点夢の先夢の先でございますいやー長かったね今回もいろんなことがあったような気がするけど楽しかったよなさあドアが開いた向こうにはおー
イロジロ、お久しぶりです。未来ちゃん、未来ちゃん、どうしてここに？仕事はどうしたんだ？わがままを言ってお休みにしてもらいました。いいんすか、新人がそんな。どうしても旅の最後を見届けたくて。そんな死ぬみたいに言わなくても。一緒に旅ができたから、うん、今の私がある。だから私には旅の最後を見届ける義務があると思ったんです。未来ちゃん、おお、それに美しい。俺、君に言いたいことがあるんだ。お、なんだなんだ、はい、言ってやれ言ってやれ。このまま君との出会いを旅の思い出にするのは嫌なんだ。列車の旅はここが終点だけど、俺は君と二人だけの旅をこれからも続けたい。未来に続いている果てしない線路を二人で駆け抜けていきたいんだ。何言い出してんだ急に。最後に、未来ちゃん、君のことが好きだ。最初に出会った時からずっと好きだったんだ。ずっと待っていたんです。おお、そう言ってくださるの。おお、まあ、おい、でもちょっと心配なんです。なんで？普通の恋人たちのようにからいつも好きな人のそばにいることができませんから。そうか、俺は平気だよ。それにこれからもテレビやステージで活躍している未来ちゃんを見守っていきたいしね。私なんだか怖いです。こんなに幸せになってもいいのかなって。本当にね、未来ちゃんはね、一回落ちるとこまで落ちたからあと上がっていくだけですよ。ならやめとく。これからもっと怖くなるかもしれないんだからね。おお。いいえ、バキ、やめません。一緒ならどんなに怖くても大丈夫です。そっか、いいこと言ってくれるね。照らしてくれるスポットライトがあるんだもん。おお。いいピノだった。最後の最後になるほど、伊助くんがスポットライトになり、未来ちゃんを照らし続けるという素晴らしい。おめでとう。よかった、未来ちゃん幸せになったね。いや、一時はどうなるかと思ったね。でもね、未来ちゃんアイドル活動がね、思うようにいかなくて、自分のやりたいことができなくて、で、あのね、ピノ野郎から嫌がらせを受ける中、思い立った行動、自分の素を出す、普段の素を出すという行動をした結果、まあ、そっからね、ちょっと辛い時期もあったけど、それが白沢監督の身に留まってね、結果的にこれ大成功。翼ちゃんそんな目で見ないで。翼ちゃん、いやー、なんかでも本当良かったな、未来ちゃん。もう本当月並みな言葉だけど、未来ちゃんの未来は明るいね。大女優になるんじゃないのかな。未来ちゃんも出てる映画見たいわ。いいな。今回もエンディングは Far Away ですけども、ノントロップ聞きたかったね、みなちゃんの作った曲。あー、でも事務所が変わったから、ノントロップのプロジェクトがもうなかったことになっちゃったのかな。あ、でもみなちゃんが作詞作曲した曲だから、あ、曲自体は消えてないのかな。どうなんだろうな。みなちゃんは今後どういう芸能人になっていくんだろうな。楽しみだね、これから。本当にこの後エピローグがちょっとあるけど、5年後とかになってもすごい美人になってると思うね、未来ちゃんは。楽しみだな。今後きっと未来ちゃんの主演の映画だとか、そういうことね、 CD とかもいろんなものが発売されて大ブレイクしていくんだろうね。本当にマサト君の今後は気になる。あいつ大丈夫かな。
あ、てかあの事務所大丈夫かな。未来ちゃん、それとあの時あったあの危ないファン、未来ちゃんは俺のものだって言ってたあの危ないファン、どうなったかな。未だに、おお、すげえ歌ってる。未来ちゃんノントロップじゃねえの、これ歌ってるの。おお、歌もやるようになったか。後ろにパンダまでいますよ。うわ、な、俺なんちゅうシャツ着てんのこれ。こんな堂々と思いっきり顔出してデートしちゃってますよ。ねえ、周りの人もすごい見てるしね。おお、こんなところで熱い抱擁でございますよ。幸せそうだね、未来ちゃんね。よかったね。この幸せな笑顔をマサトにも見せてやりたい。マサトはマサトで幸せになっててほしいけどね。千秋を使ってもうすごい大金をビッグビジネスとして稼いでてほしいですけどもね。でゆくゆくはあの千秋と千秋野郎と未来ちゃんが共演してるみたいなね。ありがとうメディアワークス、ありがとう赤堀サドル事務所。素晴らしい、未来が待っているんでしょうね。未来ちゃん、お疲れ様。頑張ったね。さあ、この後、エピローグ、どうなるかな。どえ？これ変装してんのか？びっくりした。なんかすごい変なメガネ、プライベートでかけてんのかと思った。未来ちゃん、待たせちゃってごめん。じゃあ、とりあえずどこかに入りましょうか、うん、でもそんな変わってないね、髪型もね、今まで通りだし。そうだね。未来ちゃん、その眼鏡はどうだろう。未来ちゃん、未来ちゃん大丈夫なの、こんな目立つデート。大丈夫ですよ。逆に派手に立ち回ってる方が目立たないんです、うん。あいつやべえやつじゃねえのって思われちゃうの、あのメガネなんだあれって。そんなもんなの。そんなもんですよ。今日は芸能人の飯山未来のことは忘れてください。そんなもんなのかな。まさかヒッピーになるとは。おお、すげえ、全然行きましょうか。ナンバーワン、すげえ、あの世界の白沢の名作がハリウッド映画になって帰ってきた。主演新山未来、すーげー、スティーブン・セザールとか出てるし。はあ、ここまで売れたか。あれ、これ左で座ってんのはマサトかな。これは座ってひねくれてんのはマサトなのかな。いやー、売れたなー、よかったね未来ちゃん。ハッピーエンドだったね、今回もね。次回はいよいよ、高橋まどかだそう。違う。あいつは攻略できない。さとみちゃんでございます。